毛利元剣は、総国徳山藩二代藩主。治隆むたかし毛利家二代。初代藩主、毛利ししゅの逸夫。母は、中川重政の娘、前会員。兄に、毛利元継ぐ。性質は、坂井忠だの娘。陽名は、元丸。意味川はじめ、源流と名乗り、遠方7年10月10日に、元剣と改名した。官位は、十五位した。 ヒューが守る。漢文十年に江戸の御立で生まれる。三人の兄が創生し、四兄の元次が諸子だったために生死となる。遠方七年八月八日に父が死去したため、同年十月十三日に家督を継いだ。この時の元県はまだ十歳と幼年であったため、桂ツラ県筆し、上村隆史阿波や木工らが相次いで当職となり、反省を補佐した。 上京を2年7月30日、元服して、四季部と称する。上京4年6月、初めて徳山に帰り、10月に領内を巡視する。元禄元年4月、江戸に参勤し、12月26日に除任する。元禄3年5月に病にかかり、5月21日に死しないまま江戸の見立てにて死去した。去年21、兄の元次は養子師となり、 後を継いだ。方号は、王尾、因伝玉宝清和弘子寺。母書は、山口県修南姉妹社の大成寺徳山も都年家母書と東京都港区あたごの聖章寺。ありがとうございます。